はい、どうもどうも、こんにちは、徳さんです。今回は、コマンドブロックを使って目からビームを出すっていうのをちょっとやってみたいなと思います。それでは、早速やっていきましょう。紹介するコマンドはね、1つ、反復無条件ネットストーンが必要にして、エグゼキュートコマンドを使います。これを打ち込んでください。ちょっと解説しますね。エグゼキュートアット P、3連チルダにしてあるんで、エグゼキュートコマンドは、その後のコマンドを誰が実行するかという代理実行の指定になるんで、プレイヤーが、実行すると。何を実行するかって言ったら、パーティクルコマンドでマインクラフト、コロンのレッドストーントーチダストパーティクル、ちょっと長い名ですけど、レッドストーンのトーチダストパーティクルっていうのを、ね、出せます。でその次にキャレットっていうんですけども、カクッとなった三角形みたいなやつを指定すると、自分が見てるこの視線の先に、パーティクルを出すという指定ができて、一番後ろにこの1ってあるんですけど、1っていうのは自分が見てる視線のところの1個向こう側っていう感じかな。で 1.7 っていうのは、この真ん中の 1.7 っていうのは、1.7 の高さっていう視点になります。いろいろ数字変えてみていただくと分かりやすいと思います。で基準になるブロックはこれですね。で、つなげていきます、どんどん。チェーン条件付き常にアクティブ、チェーンにしてどんどんつなげていってください。でコマンドはもうこの1個前のブロックのコマンドと全く一緒です。一緒、1個だけ変えてください。一番後ろの1だったとこを今回2にしてます。これだけでいいです。で次もう1個をつなげていくんですけど、今度は一番最後を3にしてください。で4にしていくみたいな、どんどんつなげていってください。そうすると何が起こるかっていうと、こんな感じで自分が見てる先にレッドストーントーチの、パーティクルが出てくると。これをつなげていくと、目からビームがバーって出てる感じになるんで、例えば鬼ごっこの鬼とかがこの目からビーム出るにすると、この狙われてる人がね、分かるんだよ。やべえ、自分狙われてるみたいなのが分かるんで、結構ドキドキして面白いんじゃないかなと思います。はい、で今回はね、こんな感じのコマンドを紹介させていただきました。ぜひやってみてください。今回の動画が面白かった、良かったよっていうことであれば、いいと思うかお願いします。また、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録をするんじゃないことは、ぜひとも、チャンネル登録の方をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ね、さよなら。